介助猿または、介護猿とは、死死の不自由な身体障害者の生活を手助けする猿である。主に霊長目、おまき猿かおまき猿族に属する猿、特に、ふをおまき猿が用いられる。おまき猿は、物の操作に長けた形態の手を持つ猿の中でも、特に、手先が器用であるとともに、物体を柔軟に操作するのに必要とされる高度な認知能力を備えているとされる。 また、非解除者とのやりとりに必要な社会的認知能力も、他の猿と比べて、高いと考えられている。おザル族の中では、メアリー・ウィラードらが、二個体のフサオザルと四個体の、白がオオザルを訓練して、動作の過剰な動き、注意の長さ、気質といった観点から、フサオザルの方がふさわしいと判断している。上で述べた柔軟に物体を操作できること、 寿命が長く長期間解除に当たれることは、解除犬など他の介護動物にはない長所であると言える。また、その行動上の反応が人に近く、被介護者が人生のパートナーとしての絆を持ちやすいことも重要な側面である。他の介助動物と比べて、一定以上まで成長するのに長い年月がかかり、その分訓練を終えるまでに、 生まれてからおよそ5年もの長い期間が必要となる。ただし、実際に5年から10年解除している猿8個体を調べたところ、その解除の間に特別な治療の必要な事態が起きたことはなかった。1個体の猿を解除ザルにするのに長期間を要することも、例えば NPO 団体ヘルピングハンズでは、佐藤のボランティアを活用することで、 一定程度解決しており、団体が直接訓練を行う期間は、実質約1年まで短縮されている。解除猿は、1977年に、アメリカ合衆国で、ウィラードとポール・コーコランが、タフツ霊長類プロジェクトとして、タフツニューイングランド医療センターの女性のもと、猿を麻痺の患者の介護に利用する研究を始めた。そのプロジェクトは、ボストンに本拠を置く。 NPO 団体、ヘルピングハンズとなり、現在まで活動を展開している。他に解除猿のプロジェクトを行っている国は、フランスとベルギーである。イスラエルでもかつて行われていた。猿であるため、日本で導入された場合、身体障害者補助権法の適用外となる。基本的な行動レパートリーは、猿を訓練する団体があらかじめ訓練している。例えば、 NPO 団体ヘルピングハンズでは、1991年、頃では、60の基本課題レパートリーが訓練されている。大きく4つのカテゴリーに分けることができ、物を食べさせること、身なりを解除すること、物を取ってくること、物を操作することがある。一方で、後から調査したところ、被介護者の足をフットレストに置くといったように、猿が、 各家庭に移ってから学習した事柄もあった。ありがとうございます。